スナップドラゴンインサイダーズジャパンアンバサダーの長友ありです。今回は静岡県にある麓っぱらキャンプ場にやってきました。今までとは違い、自然に囲まれた場所をお散歩しています。都内から車で2時間ほど、牧場跡地ということもあり、とてもいい雰囲気でした。富士山が一望できるんですよ。いい景色すぎない？空気もとても美味しかった。キャンプ場に到着して受付を済ませてから、まずはキャンプサイトへ向かいます。良さげな場所を見つけました。この時点で空気が美味しすぎた。まずはここに拠点を構えるため、設営から初めてペグ打ちをしているところです。ここをキャンプ地とします。いろいろと広げて一息つきます。雰囲気を出すためにランタンに火をつけます。つきました。これで一気にキャンプ感が出ますよね。あげる。早速地元のクラフトビールをいただきます。見て、これスローモード、美味しそうに継ぐでしょう。自然に囲まれて飲むクラフトビール、めちゃくちゃ美味しかったです。私こんな顔でビール飲んでたんですね。もう本当に美味しそうじゃん。いやでも今思い出しても、このキャンプ場で飲むビールは最高でしたね。今回のお供はソニーさんから新しく発売されたエクスペリア1マーク6です。スナップドラゴン8ジェン3が搭載された新モデル。ソニーさんのカメラのようなおしゃれなデザインで、とても軽くて持ちやすいんですよね。ソニーさんといえば一眼レフのカメラのイメージですが、その技術をふんだんにつぎ込んだスマホっていう感じがして、この写真の綺麗さ、色味、そして肌感、繊細に撮れても私の満足度はかなり高いです。キャンプ場を散歩してみます。テレマクロ機能でお花を摂写してみます。ふわふわの部分まで撮れるのすごいですよね。これがスマホで撮れるのは、歩いてて見る景色が変わるんじゃないかな。もちろん写真だけではなく映像も綺麗で、スマホの進化を感じます。スマホに搭載されているモードを使い分ければ、いろんな雰囲気の映像が撮れるんですよね。こんなに写真や動画が綺麗に撮れるんだったら、もう毎日でもアウトドアに行きたい。思い出作りも楽しくなりそうですよね。オートフォーカスの機能もさらに進化していて、ソニーのカメラアルファシリーズで培われたオートフォーカス機能を受け継いでいます。見てください、しっかりと動いててもついてきますよね。そしたらちょっと立ち上がって、もうちょっと激しく動いてみようというところですが、見て、ちゃんと覚えてついてきてくれるんですよ。これはすごい機能ですよね。そして何なんでしょうね、このダンスね。歩き回っていたらお腹が空いたので、ランチ調達。キャンプサイトにカフェ金山テラスが併設していて、コーヒーや牛乳だけではなく、ここで料理をいただけるんです。もちろんサイト内でテイクアウトもできますよ。魅力的なメニューが豊富で、すごく悩みました。バーガーもカレーもラーメンも全部美味しそうですよね。注文した料理を待っている間はカフェ内を散策します。そうこうしているうちに料理ができました。拠
店へ持ち帰ります。この日が結構朝早かったので、お昼がすごい待ち遠しかったんですよね。いろいろ迷いましたが、私はブカブカバーガーにしました。鹿肉が大好きだったので、こう珍しいなと思って、やっぱこれにするしかないなと思って惹かれました。こんな感じです。それではいただきます。お味はいかがですか？おいしい。パンもふわふわで、このお肉の香ばしさがたまらなく美味しかった。これがまたビールと合うんですよね。お、ぴったり。はぁ、すごい、クラフトビール。青空の下で飲むこのビール、また美味しかったですね。お腹も心も満たされたので、お散歩再開。富士山の天然水美味しかった。歩いていると白爪草を見つけました。小さい時によく作ってたので、懐かしくて作っちゃいました。うわ、懐かしい香りがする。懐かしい。編むのは簡単なんですけど、この最後の作業が結構難しいんですけど、なんとかできましたよ。麓っぱらは初めて訪れたんですけど、やはり牧場跡地ということもあって、この広大な広さ、開けた景色、空気の美味しさ、もうずっと痛いぐらい気持ちが良かったです。エクスペリアのズーム機能も進化していて、7倍までは光学ズームができるので綺麗に寄れる。デジタルズームと合わせればおよそ21倍ズームが可能なんです。綺麗。人物もこんなにズームができちゃうんですよ。なんかちょっと恥ずかしくなっちゃうぐらい綺麗に写してくれるんです。ポートレート映像も撮影が可能で、一眼カメラに似た雰囲気の映像が撮れます。スローモーションもバッチリ。日が落ちてきたので、キャンプ定番のあれをやりましょう。キャンプといえばやっぱり焚き火。日が暮れると肌寒くなってくるので、とても暖かかったです。そして念願の焼きマシュマロを体験してみました。かなりビッグサイズのマシュマロです。どうなるのでしょうか。黄金色に上手に焼けました。美味しそうでしょう。初めての焼きマシュマロだったんですけど、外がカリッとしていて、中がシュワーってとろけるこの甘みがあふれる感じがすっごく美味しかったですね。締めのホットコーヒーも美味しかったな。もう至福の時間でした。夕焼けがとっても綺麗なので、富士山をスナップします。夕日で富士山がちょっとピンク色になっているのが可愛いですよね。人物とも一緒に綺麗に撮れています。
のポーズは私がよく小さい時にやっていたポーズなんです。体を傾けていました。さっきも触れたんですけど、エクスペリアの色味調整機能がとても便利で、映像を撮るときにあらかじめスマホ側で調整ができます。いろんなフィルターがあって、色味とか質感とかを簡単に調整できる機能ですね。アルファシリーズに搭載されていたクリエイティブルックと S シネというモードで、モードに合った色味とか質感ができます。さまざまなシチュエーションに合わせて調整してくれます。さらに新世代センサーで星空も綺麗に撮れちゃうんです。見てください、まるで肉眼で見ているかのように綺麗に撮れ、流れ星も綺麗に映っています。今回の長友散歩もすっごく楽しかったです。このふもとっぱらをエクスペリア1マーク6でいい思い出がたくさん残せました。写真、動画、素敵な景色、人物、食べ物、多分このキャンプ場の中で一番綺麗に私が写真撮れたんじゃないかなっていうふうに思っています。長友散歩でした。また次回もお楽しみに。